これれれれ。嬉野市塩田町の塩田川の支流流海川でうなぎとモクズガニを放流したのは塩田小学校の4年生およそ30人です。学校では1年を通して塩田川の歴史などについて勉強していて、稚魚の放流は7年ほど前から毎年塩田地区地域コミュニティと一緒に行っています。今日放流したのはうなぎの稚魚80匹とモクズガニ800匹で、児童たちは持参したバケツを使ったり手で掴んだりしてそっと放流していました。カニは一回挟まれて痛かったけど楽しかったです。大きくなってまた塩田川に帰ってきてほしいです。やっぱり塩田川はいいなと思いました。今日放流した稚魚は3年ほどかけてうなぎが体長およそ50センチ、モクズガニは甲羅の幅がおよそ10センチほどに成長し、漁の対象になるということです。